食べ物よりも先に飲み物を抑えた方がいいわ。そうなの？プラン。イベントでは動き回り汗をかく。みんな競って冷たい飲み物を買うから、後に残るのは冷えてないぬるい缶コーヒーだけ。というのも珍しくない。乾いた喉に流し込むぬるい缶コーヒーは飲めたものではない。なるほど。イベント自体は夕方までやっているんですわよね。午後に。なこと。そんなことしてたら欲しいものが買えなくなるわ。ベル、あなたに話したプレミア付きゲームソフトもここの紹介ブースで販売される。急がないと売り切れるわよ。なんですって、私たちはのんびり回りましょうか。だね、賛成。そんなことしてる余裕はないわ。イベントは戦争、集団戦、のろまな味方は敵より無価値よ。はい、これは2人に回ってもらうサークルのリスト、地図のコピーも渡しておくわ。サークルに着いたら言うべき言葉は一つ、新刊一冊くださいよ。ちょっと待って、そんな勝手に。引き受けてくれるわよね。断れない。ベールは早く紹介ブースに行った方がいい。多分長蛇の列だから。まあ、行ってきますわ。皆さん、また後ほど。それじゃあ、私も行くから。九段下で会いましょう。作戦。特攻気分。どうしようか。あのある。引き受けちゃったものはしょうがないじゃない。行くわよ。だって選択肢がはいとイエスって。もういいから。とにかくはぐれないようにしなさいよ、ネプテューヌ。新刊一冊ください。はい、新刊のラッシュ一冊ですね。ありがとうございます。新刊一冊ください。はい、新刊の火曜日の胸筋一冊ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。新刊一冊ください。はい、新刊の私の仮想彼女一冊ですね。ありがとうございます。新刊一冊ください。はい、新刊のバーナルエンジェル3一冊ですね。ありがとうございます。はい、新刊のメロブック一冊ですね。ありがとうございます。終わったねえ、ノワール。いない。そしてはぐれた私。もうはぐれないように気をつけてってあれだけ言ってたのに。ネプテューヌってば。迷子のノワール様。ネプテューヌ様がスタッフ控室でお待ちです。私が迷子。あのバカ。ノワールだ。来た。自分がはぐれたくせに何人を迷子にしてくれてんのよ。まあいいじゃない、再会できたんだから。お疲れ様。あなたね。あて、ネプテューヌやつれた。大変だったさ。いや、まあいいわ。あ、ネプテューヌとノワールが戻ってきましたわ。お疲れー。
お疲れ様。あー疲れたわ。ええ、お疲れ様ですわ。どうだった？無事変えた？バッチリバッチリ。なんだかネプテューヌ少ししぼみました？プリン食べたら復活するから大丈夫だよ。そっちの成果は？干渉。私も無事プレミアゲームを買いましたわ。そうだったらよかったわ。もうクタクタよ。どこかで休憩したいわね。休憩プリン、宿に戻ってゴロゴロしたい。そうね、ありがとう二人とも。検閲だ。ここで出品されているものすべて検閲する。シルクワームが定めたガイドラインを違反しているものはすべて没収だ。シルクワーム、と、あれは、と、あれは。三重師のナンバー2。今日、なんで？なんで？あいつ。よくわかりませんけど、とにかく隠れますわよ。たくおかしくね。確かにこの辺りからネプテューヌの匂いがしたんだがよ。いねえか？いねえか？私を探してる？は、見当たりません。それと我々にも検閲業務がありますので。勝手にやんな。こっちはさっさとネプネズミ捕まえて可愛がってやりてってのによ。なんか気に入られてるみたいね。あなた。ま、手間かけさせられんのも悪くね。ゲームなんざ難易度高けりゃ高いほど燃えるってもんさ。燃えるってもんさ。なあおい。なあおい。はい、はい、逃げよう今のうちに。今のうちに。お疲れ様。こっちの用事は終わったわ。どうだった？イベントは。なんで？なんで？許せない。あら、あんまり楽しめなかったの？トラ、いいえ、何と申しますか。シルクワームの検閲隊と一緒におっかないやつが来てたので、そいつがなぜかネプテューヌを追ってて。あらまあ、あらまあ、なんであんな狂犬みたいなのに。そんなことはどうでもいいわ。問題他人事だと思ってひどい。検閲、早くシルクワームを倒さないと。この素晴らしい戦利品も奪われてしまう可能性が。私のゲームも心配ですわ。結論はみんな一致ということね。それじゃあ明日になったらリーンボックスに向かうということで今日賛成。はあ疲れちゃった。ですわね。ここにはゲーム機もありませんからプレイできませんし。私はヨマ。もう夜更かしはほどほどにしなさいよ。別の意味で私も寝られなさそうだよ。こんにちは。これでよろしいですか？ごゆっくりお休みくださいませ。
シルクワームに見つからず無事港を出られましたわね。港を出られましたね。よかったよ。はぁ、あ、面白かった。フランったらもうずっと読みっぱなしね。目つく、そうだ、ブランに読んでほしい本があるんだった。ネプチューン？ネプチューン？ルウィンの書庫で見つけたイースンの辞書だよ。分厚いからブランに任せようかなって。ねえねえブラン、ブランああなっちゃうとダメよ、しばらくはね。でもこっちも重要なのに。ほんとっち、ぶっ潰されたいのか。何？イースンの辞書、書庫で見つけたの。あ、そんな大事なもの、もっと早く見せて。いやー、ノワール助けなきゃって頭いっぱいになってて。あ、そうそう、あとこれも見つけたんだ。何それ？復活の呪文の書？これは小説ね。パラッと見たらつまんなそうだったけどね。ブランにあげるよ。ありがとう。そちらを読むのは後回しにしてくださいね。分かってる。でもちょっとだけ。ダメよ。ダメよ。分かったわ。辞書から。これがあればイースンの言ってることが分かるんだよね。それは分からないわ。ネプテューヌ、イストワールを。はいはい。呼びかけてみて。私たちの記憶について質問させて。イストワール、私たちの記憶喪失の理由は？ここで辞書の出番。載ってないわ。読め。辞書は7冊に分かれてるという話だったし、これ1冊ではダメなようね。載っている単語もあるけど、それだけでは何ともですわね。分かった。ハードな時間イコールお仕事から自分の身と心を助けるために、私たちは自らの記憶を捨てた。働いたら負けだと。全然違うみたいね。もうだって分かんないよ。残念だわ。ちょっとでも何か分かるかと思ったのに。しょうがない、他の辞書も探そうね。そうね。さて、着いたわね。着いたね。それじゃ私は。ノワール助けるのを協力してくれてありがとう。いえ、無事でよかったですわ。それでね、改めて仲間になってくれないかな。それはごめんなさい。ダメか。そういえばこの前、やらなければいけないことがあるって言ってたよね。ええ、部屋にこもってひたすら積みゲーの山を攻略するというとても大切なことが。ゲームやってるだけ？ゲームだけじゃないですわ。レジスタンスの皆さんのゲーム開発がはかどるように差し入れも欠かせません。それも自分のゲームプレイのため。ねえネプテューヌ。何ノアール、私たち結構危険な目に遭ったし、シルクワームにも目をつけられたかもしれないわ。私たちの仲間になったら危ないんじゃない？ノワール。まあそうだね。よし、じゃあもしベールが仲間になりたくなったら教えて。そういうことで。それでいいんですの？うん、わかりました。そんな日がもし訪れたら、私から仲間にしてほしいってお願いしますわ。それじゃあベールちゃんも一度レジスタンスまで戻る？ええ、そうしますわ。
やれ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 。プラネティーヌ、ここまで来れば大丈夫だろう。フィリンのやつもさすがに。テラメちゃん、ちしつこい。どこか隠れる場所は。隠れる場所は、あ、こっちよ、ついてきて。ついてきて。お、お、やっとこの人が出てきた。俺大好きなんですよね。あ、なんだろう、大好きなジャンプ。あれ、あれ落ちた。風のように、ジャンプ。大好きなんですよね。こっちがついてきて。あ、上かな。うわ、上かしら。帰りなせ、お頭。もう、お頭はやめてって言ってるのだけど。はーい、ご飯食べたい、おやつ食べたい。お邪魔します。お邪魔するわ。こんにちは、皆さん。ネプちゃん、それにあなたたちも。楽しい食事の前に見てほしいものがあるの。これよ。あ、それショコで。ええ、私がショコから持ち帰った雑誌よ。 3DVR ゲーム特集って書いてあるわ。
3D はちょっと前に聞いたけど VR? VR? 中見てもいいの？ええ、もちろん。最新の映像技術を使った新作ゲームの紹介。大丈夫。雷撃の特集だよ。何が大丈夫なのかしら。なんだろうこれ、全部初めて見るはずなのに。うん、なんかここに載ってるゲーム見覚えがある気がするよ。私も。私もですわ。じゃあ私が城で 3D 映像を見た時に感じたのも、私たちレジスタンスがシルクワームを偵察するうちにその存在が分かったの。表向きには存在しないことになってる 3D VR ゲームというものの存在が、どうやらそれはもともとこの世界にあって失われたもののようよ。 3D VR ゲームとそれを動かすためのゲーム機が、ね、失われたゲーム。そう、私たちレジスタンスはその失われたゲームとゲーム機を取り戻すために活動してるの。活動してるの。そうだったんだ。そうだったんだ。え、ちゃんとした活動してたんだね。意外。あらどう思ってたのかしら。ぶベールみたいなのがいるからこっそりゲームで遊んでるだけとか。だから私はレジスタンスではありませんわ。真面目な活動よ。 3D VR ゲームを作る技術はあるはず。シルクワームが隠蔽してるんじゃないかって私たちは推測してるわ。隠蔽。この世界のゲーム業界のためにも新しいゲームが必要なの。このままだとゲーム業界の成長が止まってしまうし、税として徴収されるゲームはシルクワームから理不尽な評価をつけられることも多いわ。理不尽な評価って？まともに遊んでないとか、自分の好みでしか評価しないとか。あ、ラステーションで同じようなゲームばっかり作らされてるって聞いたよ。シルクワームのお達しの通りに似た仕様のゲームばっかり作ってたらいいアイディアなんて出てこないよ。せめて新しいことに挑戦できたらな。まあまあ、罰がなかっただけよかったじゃないか。求められるものが偏っているのよ。新しい発想は全て否定されるわ。それじゃあどんな作り手もモチベーションを保てない。わかる話ね。あの、罰？ラステーションではそんなことが起こっているんですの？そうよ。ベールちゃんは宿に引きこもってゲームの日々だったから他国の話など知らなかったでしょうね。そんな。それにここリーンボックスもシルクワーム管理下にあるけれど、リーンボックスにレジスタンスの本拠地があることは掴んでるようだし、町の人たちも表向き従いながら反シルクワームの意識が強いわ。だから奴らの締め付けもあまり厳しくないの。迂闊に圧政をすると反乱が起きるものね。そういうこと。おかげでリーンボックスにおける納税体制や町の人へのシルクワームの態度は比較的優しいものなのよ。水面下じゃそりゃもう陰謀、情報合戦がすごいんだけどね。なんか怖い。聞きたくない。ひどいですわ。それに新しいゲームの可能性を潰すなんて。許せない？ベルちゃん。ベルちゃん。もちろんですわ。もちろんですわ。マグ、プリン美味しい。ブラン、復活の呪文の書読んでるんだ。楽しい小説よ。そうかな。そうは思わなかったけどな。例の雑誌読みたかったけど。ベール、アルティザンの話がショックだったのかもしれないわね。自分は何も知らなかったってことが。あの、ちょっとよろしいでしょうか。何ベール、このページ見てください。この紫色のゲーム機、
ハードの開発元はプラネティウヌのようです。もしかしたら失われたゲームに関する情報が残っているかもしれませんわ。また移動するの？面倒だよ。いいすんが引く。眩しい。読めないけど。怒っているようですわね。それもすごく。分かったよ。プラネティウヌに行けばいいの？喜んでる。よし、じゃあプリンも食べたし、みんな張り切っていくよ。もしシルクワームたちのせいで新しいゲームができないなら潰して差し上げますわ。何？聞いてないし、プラネティウヌに行くよって。じゃあ行ってらっしゃい。失われたゲームって言っても、私は自分の記憶を取り戻す方が大事だもの。プラネティウヌは関係なさそうだし、ここら辺で離脱するわ。ちょっと待った。何よ。ねえイースン、イースン、いろんなこと知ってるんでしょ。ノワールの記憶が戻る方法何か知らない？読めないけど自信ありそうな感じ。ノワール、イースンが知ってるかも。そんでプラネティウヌのどこかにイースンの辞書があるかもしれないよ。一緒に行こう。仕方ないわね。なら、ノワールも助けたし、私はここで。ブランも一緒に来てくれないなら、復活の呪文の書返してもらうもんね。まだ読み終わってないのに。行くわ、一緒に。よし、これでみんなでプラネティウヌに行けるね。で、あれ、ベールも一緒に来るの？え？でも私からお願いしますわ。仲間に入れてください。ベールが仲間になった。やった、勇者パーティー結成だよ。あなたたち勇者パーティーと私たちレジスタンス、シルクワームに従わない者同士ということで、今後もお互いに助け合っていかない？それって同盟を組みたいの、勇者様ご一行と。勇者ってのはちょっと引っかかるけど、願ったりかなったりね。レジスタンスの協力が得られるならありがたいわ。もちろんだよ。さあ、よかった。言っておくけど、これはただの仲良しごっこじゃないわよ。あなたたちは私たちレジスタンスのためにもなる情報を収集する。その代わり、ネプちゃんたちがシルクワームに追われた時は私たちが助ける。どう？反シルクワームの、いいえ、世界を救うための共闘というところね。オッケーオッケー、サクッと世界救っちゃうよ。気軽に言いますわね。すっかり勇者気取りなんだから。頼もしいわ。それじゃあプラネティウヌに出発。出発。わざとだよ、わざと。本当に大丈夫かしら。
偉いよね。カンガルーのように。私はあなたみたいに能天気じゃないのよ。ネプ、ガリガリしてるな。ネプテューヌ。何ブラン、ちょっと協力してほしいことがあるの。え、うん、いいけど。何もたもたしてるのよ。今夜の宿探すわよ。くそれで何、ワル、もう寝ちゃってるよ。以前からね。ノワールは記憶のことでイライラが溜まっては、それが翌日にはすっきりしてるということが何度かあったの。寝たら治るってやつ？それが違うようなの。というか、そういう夜はどこかに出かけてるようなのよ。何してるんだろう。わからない。だからそれを追跡するのを手伝ってもらいたいと。あ、起きた。し、追いましょう。オッケー。あ、ノアル大丈夫？寝息？あれ、もしかしてあれ、寝たまま歩いてるの？のようね。無遊病、夢でも見てるのかしら。とにかくついていってみよう。ついてよ。何あれ？コスプレでしょうね。のは、っていうか、寝ながらコスプレ？夢の中でなりきってたりするのかな？どうでしょうね。でも、これがイライラ解消の理由で間違いはなさそうだわ。ひょろん。なんか、シュールだね。で、でもコスプレしてるだけならよかったわ。どうするの？一応帰るまで見届けましょう。私も眠いのに。コスプレ最高よ。おはよう、ネプテューヌ、ブラム。おはよう。おはよう、ノワール。
しっかり取りなさい。私なんてぐっすり眠ったからすっきりよ。覚えてないけど、なんだかいい夢を見た気もするし。それはよかったわね。この町に知り合いのレジスタンスさんがいるんですけど、ちょっと挨拶に行ってきていいでしょうか。構わないけど、レジスタンスなら私たちも挨拶に。いえ、いいんです。皆さんは先に宿に行っていてくださいまし。それじゃ失礼しますね。行ってしまったわね。何なのかしら。まあいいわ、宿に行きましょう。うん、挨拶って話だし、ベールもすぐに来るよね。って、3日経ってもベールが来ない。何かあったのかしら。探しに行ってみる。ここだって。3日前この家に胸の大きな緑っぽい女性が入っていったって。いるかしら。すみません、反応がないわね。ドアに。眠い。でももう少しでこのダンジョンが。お腹すきましたわ。お菓子お菓子。あ、切れてますわ。使いませんわね、レジスタンスさん。やっぱりさっきのエリアでスキルをもうちょっと鍛えた方が。で、ブツブツ。あれ、ベル。そのようね。でも髪ボサボサだし、目の下にクマできてるし。というか顔に精気がないわね。服もなんかボロっちか。ええ、あれは、あれはハイゲーマーよ。前のエリアに戻れませんの。しよう。クソゲーですわね。ブツブツブツ。ベールベール、おーい。仕方ない、一つ前のセーブデータからやり直して。こら、メール。あなたたちどちら様ですの。うぼう、しっかりして、メール。っていうかリアルに戻ってきて。リアル。はあ、お風呂に入ってさっぱりしましたわ。すみません、お待たせしてしまって。ちょっと。でもおかげでストレスが発散できましたわ。お騒がせいたしました。私たちがベール探しに行かなかったらどうなってたかな。あのまま永遠にゲームしててもおかしくないわね。まあそんな、まさか。ゲームは1日1時間ですわ。その言葉、ゲームは1日1時間だけ休憩して遊び続けようって意味じゃないからね。分かってますわ。面白いですわね、ノワール。うん、うん、だったらいいけど。
そうじゃな。皆さんお気をつけて、来ますわよ。ボサッとしないで、ネプネプ。違ったわ。新種のモンスター。とにかく無事で良かったですわ。あの、ネプ、シルクワームじゃない？はい。私は違います。私はその。皆さんを襲ったのは私のバケモンたちなんです。で。バケモンって何？初めて聞くわね。あ、でも大丈夫かな、あの子たち。怪我しちゃったみたいだけど。あ、すみません、襲っておいて。でもモンスターのことを心配してる。ねえあなた、落ち着いて。ごめんなさい。怖いことはしませんから、ゆっくり話してくださる？はい、実は私はある島の出身なんですけど、そこにシルクワームの総本部が建てられて、住んでた人みんな追い出されちゃったんです。私にはお姉ちゃんがいて、二人で絶対故郷を取り戻そうって約束してるんです。だから何度追い出されても島の実家に帰って作戦考えてて、それでシルクワームと敵対してるレジスタンスに島の奪還の協力をしてほしいってお願いし、たまたま立ち寄った酒場でシルクワームの人の内緒話を聞いちゃって。内緒話？シルクワームの人たちは何かの図鑑と機械を見ながら話してました。例のあれはうまくいってるのか？はい、
順調に強くなってます。小モンスターであれならクマなんかを捕まえたらすごい戦力になりそうですね。この機会があればいくらでも育てられる。まだ島に残ってる奴らも鬱陶しい連中も終わりだ。バケモン図鑑様々ですね。カンおいおい気をつけろ。どこでレジスタンスが耳を澄ませてるかわからんのだぞ。まだ島に残ってるっていうのが私たち、あ、シルクワームの人たちが酔って寝ちゃったところを狙って、本当はいけないことだけどこのままじゃ悪用されるかと思って、その図鑑と機械を盗んできちゃったんです。本当だ、表紙にでっかくバケモン図鑑って書いてあるよ。機密っぽい割には不用心すぎますわね。それ見せてもらえる？あ、はい、うん、中にたくさんのモンスターが乗ってるわ。でも私たちが知ってるのと微妙に違う。それからこれはモンスターの操作方法かも。機械をモンスターにセットして書かれてるコマンドを入力するとモンスターが進化したみたいに強くなると書いてあるようね。選択ボタンを23回素早く押す。なんだか変なコマンドね。裏技的ですわね。裏技？レジスタンスの場所を聞いても誰も教えてくれないし、モンスターを強くして言うことを聞かせられたら島を取り戻せるんじゃないかって、そう思って練習してたらモンスターのあの子たち凶暴になって私の手に負えなくなっちゃって、お姉さんたちにお願いやめてって思いながら見てるしかなくて、本当にごめんなさい。いいよいいよ、気にしないで、私たちなら平気だからさ。勇者ですものね。そう、えへんならよかった。それにしてもシルクワーム、島を占拠して住人を追い出すなんてひどいわね。うつべし。でもこの図鑑ちょっと面白いわ。海キング、シュラッタ。私はルビーに行きます。あのシルクワームの人たちもルビーに向かうって言ってたし、気になって。危ないよ。でもレジスタンスに相談するにしてもどうすればいいかわからないし。あ、だったら私の名前を出すといいかも。勇者ネプテューヌの友達だよって言えば多分教えてくれるから。そうなの？お姉さん本当に勇者なんだ。もちろん。ただ気をつけなさい。シルクワームには目をつけられないようにしないと。平気、あいつら結構間抜けだもん。確かに。でも気をつけて。うん、お姉さんたちありがとう。危険なことに巻き込まれないといいですわね。そうね、ルイか。まあとりあえず私たちはプラネティオネへ向かおう。さっきの私勇者っぽかったよね。ね、自分で言わなければもっといいのに。私の名前とどことなく似てるよね。何か関係があるのかもしれませんわね。アパカム。何それ？この小説、復活の呪文の書に書いてある。まだ読んでたんだそれ。他にもあるわ。万能呪文ネプテポポック。万能でも何でもいいけどさ、ごちそうが出てくる呪文があったら教えて。私お腹すいた。あなたいつも空いてるじゃない。おお、プラネテューヌ。なんだか殺風景な街ですわね。あれ、人魚の像、かわいい。貝殻水着、ノワール、ああいうの着たいのね。いたー。
ヒューヒュー。そんなこと言ってないでしょ。着ないわよ。住人の姿が見当たりませんわね。そういえば